橋ハルトが左尺骨短縮術後に対する骨内異物除去術大エテブチ退院。阪神は8日、高橋ハルト投手が左尺骨短縮術後に対する骨内異物除去術を受け、愛知県内の病院を退院したと発表した。球団を通じて、球団には何度も手術をさせていただき、本当に感謝しています。来シーズンしっかりチームの戦力になるために、またファンの皆様の期待に応えれるように、一生懸命頑張りたいと思います。とコメントした。プレートを外したということですね。オフの間にリハビリする期間も取れて、来シーズンから違和感なく入れそうですね。手首のぎこちなさがあってもあれほどのピッチングができてた高橋ハルト投手が万全の状態になったらどれほどのピッチングを見せてくれるのか、今から楽しみでしょうがないですね。手首のプレートのせいで本来より手首が曲がらないとのことをこの夏くらいに言っていたので、手術がそのプレートの除去であれば来年は今年より期待できる。否定的な意見の方もいるみたいですけど、入れてタチタンプレート外したってことですよね。予定通りなのかは分かりませんが、いつかは外すつもりだったと思うので、よかったのでは。来年はぜひ1年間ローテ回ってもらって、どのくらいの成績を残せるかめちゃくちゃ楽しみだ。個人的には記録作れるレベルの投手だと思ってる。無事成功よかった。来シーズンローテの中核として期待している阪神ファンもいるが、様子見ながら間隔を空けて登板する方が安心ですね。医学を信じて、高橋くんの努力を信じて、大志、ズンマも変えられるよう祈ります。ヒロトとハルト、タイガースの左右のエースに期待しましょう。球児監督、金村コーチがいます。タイガースファンじゃないけど、高橋ハルト投手が1年フルでローテ守ったら20勝できると思う。プレートを除去か、完全体での2月キャンプインが楽しみ。順調に3ヶ月過ごせますように。予定通りの手術やから大丈夫。どっちにしても来年も中10日ぐらいで投げてくれれば十分や。やっとプレート外れてよかったっすね。ようやくプレート外せたんやね。来年は思い切り投げられるので期待してます。プレートを取っただけでしょう。大丈夫、これで遠慮なく腕を振れるな。来季は完全体、ハルトが見られる。今からワクワクしております。前コーチ時代から高橋ハルト投手のことを知る金村コーチなら大丈夫でしょう。プレート入っててあのピッチングしてたんやから、ほんま恐れいるわ。来年も無理ないローテで行ってほしい。もうどこにも行かないでくれ。ずっと一軍のマウンドにいてくれ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。